スポルティング森田秀正さん、マインツに移籍来たー。ポルトガルリーグもリーグランクで見れば5大リーグに次ぐレベルではあるし、スポルティングなら安定して CL、EL に出れるからマインツだとそこまで魅力には感じないな。年齢考えたら4大リーグに行けるチャンスはもう多くはないだろうから、チャレンジするのもありではある。ブンデスで縦横無尽に活躍する森田は見たいけど、この場合はスポルティングに残りべきだと思う。同安の PSV からフライブルクのパターンと一緒ですね。 PSV もスポルティングも非4台ではあるけど4台上位レベルの戦力があるチーム、そこからマインツやフライブルクははっきり言ってリーグレベルは上がっても隠したいの遺跡という印象。これ難しいな。他の人もコメントしてるが、リーグのレベルとしてはステップアップだけど、チームのレベルとしてはステップダウン。まして、ブンデスリーガほどじゃなくてもポルトガルリーグもかなりレベル高いからな。マインツだったら現状維持で十分でしょう。マインツに移籍するメリットがな、所属リーグのレベルが上がるってだけだし、 CL にも出れないようなクラブに行くくらいならスポルティングにいる方がいいと思うんだけど。もしよければ、チャンネル登録お願いします。